鼻、ちょっと鼻声なんだよね。なんか。鼻詰まってんの、めっちゃ。こんばんは、初めてみ、初めて来ました。嬉しい。ありがとうっくって。ハートがついてる。ハート。なんか鼻がさ、詰まってんの。そう、なんか、あの、一昨日ぐらいに。うん 急にめっっちゃ喉が痛くなってで昨日は喉がは痛くなくなったんだけどなんかすごい鼻が鼻水やばくてあのなんか頭がねなんか実際測ったら熱ないの実際測ったら熱ないんだけどなんか3 8度ぐらいの熱があるような感じのね頭がボーってしてて昨日は。 なんかもう私明日明日,明日なんか今日が命日かなみたいなちょっとやばいかもと思いながらフラフラしてたんだけどそ,それでね今日起きたらああの頭痛は治ってたの頭痛は治ってたんだけどえでも、ね、今日熱ないの今日熱ないし今日元気なんだけど今日めっちゃ元気なんだけどなんか鼻が詰まってるとにかく。 あニッチンありがとうキラキラ欲しいありがとうハゼさんもありがとう I love you I love ハゼさんありがとうハゼさんぴかりぴかりくまたんは今日うもまふまーふー全然大丈夫よねなんだろうこれな夏影おいら夏の子なのに ら夏の頃なのに夏で風邪ひいちゃったんかもやるやるだぜでも私ね寒暖差アレルギーってさ耳鼻科で言われたんよだからさあんまり寒暖差を感じない方がいいんだと思うんだけどね <laughs> この間ね <laughs> あのー、母とね、あのー、お風呂行って 岩盤浴ス,スパみたいな岩盤浴と岩盤浴なんかサウナとか入って <laughs> もうさものすごい寒暖差とかいうレベルじゃないほどの、あのー、気温差をね、あのー、感じてきました岩盤浴大好きえそれな私も大好きなのサウナ水風呂入ってえ入ってないかも 私さサウナあんま詳しくなくてえてかねめっちゃおもろかったからちょっとねちょっとその頑張りゆくの話したすぎるちょっと待ってあのねパフェタワーがあるパフェタワーがあるちょっと待ってあそうあのタワーのお礼配信がいつがいいかっていう話もね決めたくて今日何てでねあっ片隅さんだありがとう片隅さん嬉しいよーありがとうねーね昨日さあのさお祝い,いしてくれて本当にありがとういやなんか片隅さんがねあの 会えない間でもねもちろん片澄さんがあのー、どこかで同じ空の下でね毎日頑張っていることを知ってるからさそんなあのー、なかなか会いに行けなくてとかそんな気にすること全くないんだけどあのー、そう伝えられるなんかタイミングがあったらね片澄さんが「いや私はねあおさんはちょっとあのー、ちょっとなんだ私のこと好きなのどうなの?」ってね なっちゃうからさあのこうやって定期的に「大好きだよ」ってね伝えてくれたら嬉しいよ。顔見れただけでもうれしかったこちらこそありがとうたありがとうね。ね私はずみさんのことがどこにいてもどこで何してても思ってるし大好きで大切なので <laughs> これからも末永く一緒にいようね。ありがとううわ 私はずっと大好きだよ。<laughs> ありがとうね。嬉しいうわ。<laughs> あ,あ、ちょっと待って全然読んでなくてごめん。ちょっと待ってね。あ、待つ I love you。ありがとう。i love マッチありがとう。マッチペカリペカリ。あ、エリもありがとう。キラキラーエリーありがとう。あ、受かっても I love you。ありがとう。i love 加点ありがとう。 あクラギちゃんもだクラギちゃんもありがとう失敗キラキラありがとうあな長ちゃんも失敗ありがとうキラキラながちゃんありがとうあ岡田さんも I love you ありがとう I love 岡田さんありがとうあちゅーリちゃんも失敗ありがとうキラキラ欲しいありがとう読めたかなうんね。 おお俺の嫁だってあ,あ嫁じゃないエミュさんエミュさん嫁になった覚えはないんですけど嫁になった覚えはちょっと私私の記憶が抜けちゃっただけかないやきっとないんですけどどうもありがとうどうもありがとう <laughs> あわ若菜ちゃんもありがとうアイロブユアイロブ若菜ちゃんありがとう

なんかさ髪型さなんか何がいいかなとか思ってなんか洗剤とかの <laughs> 洗剤とかこれ言っていいのかなここで言っていいのかな洗剤とかの髪型なんか何がいいかなとかめっちゃ悩んでて <laughs> なんかなんかちょっと三つ編みだったから三つ編みいいなと思ったんだけどなんかこの長さの三つ編みだとすごいなんかピョコピョコというかさパーティー感が出ちゃうからさ何か。 こう仙台ってこうなんか基本の髪型みたいな感じじゃん。その子の基本の髪型って感じだからさ、なんかうん三つ編みも,もちろん好きなんだけど、そういう取るし可愛いかなってね。編み垂らしいそんながさすごく似合ってる好きえ嬉しい。でもこのなんかさヘアアレンジの幅広げるにはもうちょっと伸ばして た方がいいと思うから、もうちょっと伸ばすつもりなんだけど、なんかねえこのストレート普通の折りしやったらさこのこのねこんぐらい長さ可愛いよね。あしょうさんだ、しょうさん、しょう f r o 北海道さん、ありがとう、I love you、I love しょうさん、ありがとう。

ちょっと鼻,鼻詰まり鼻詰まりのやばやばい鼻詰まりの頂点に君臨している「会いたい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 どんな時も」いつでも可愛いというお話し会もありますねえや嫌だ嬉しいお話し会お話し会さなんかでもなんかセカンドのお話かちょっとなんかウィッグって私さや,やったことないから セカンドのお話から結構ウィッグの火があってさちょっと大丈夫かなっていう感じだねあのヘア,アレンジをたくさんしたいからさあのー、ちょっとアイドルしてる間はロングがいいかな <laughs> 垂れてくるよ詰まってるえそれでいったら私今めっちゃ詰まってるでももう鼻呼吸ができないの とにかく鼻呼吸ができなくて <laughs> 今日ずっとね口から吸ってたでも口呼吸良くないっていうねメイク変え変え変えたっていうのかな,なんかアイシャドウがアイシャドウいっぱい持ってんだけどなんか結局これが盛れるっていうのがあってなんかあれあったあったあったなんかさアイシャドウいっぱい持っててさなんか 本当に大量にあるんだけどえこれをなんかあのー、んかこれこれめっちゃかわいくないこれをあのこの間目がわりで買ったんよそれで超かわいくてもうずっと使ってたんだけどなんかもうめっちゃ色かわいいの色はめっちゃかわいくてあのー、もうね最高にピンクで超かわいいんだけどなんか漏れるか漏れないかで言ったら なんか一番盛れるのはちょっと結局ねこれだということに気づいたなんかこ色がこっちの方がちょっとパステルパステル系淡い色が淡めでこっちの方がねなんかこうピンクなんだけどちょっとくすみなんかこうブラウンがかってる感じだからでもそのブラウンもなんか黄身の黄身がかったブラウンっていうよりかはちょっとココアみたいなココア系の。 ブラウンみたいな感じで顔がくすまないのにこうなんか締め締め色とこうこのグラデーションっていうか,なんかすごいね綺麗にできるんよ勉強になるなって言われちゃった <laughs> これマジね盛れるなんか一番盛れるかなって思ってる他にもいっぱい可愛いアイシャドウいっぱい持ってるんだけど私なんかピンクみたいなこういう淡いなんか大好きでこういう色がなんかこういうアイシャドウばっかり買っちゃうんだけど これもね、ちょっとパ,パッケージが可愛くてねなんかニットみたいな柄でなんか可愛くて一目ぼれして買ったんだけどえこれめっちゃねあもれるピンク似合わないからやらましいえっそんなことないよ絶対似合うと思うよえっえっえマジであのお世辞とかじゃなくて絶対似合うと思うでも確かにあんまりピンクを普段から使わなかったらそうだねあの違和感を感じるのかなでもこれそんななんかピンクピンクって感じの 強めピンクじゃないからいいよこれはねこれはデイジークのデイジークシャドーパレット16番バイオレットニットだそうですバイオレットニットかわいいねそうニットみたいな柄なんだ私も似合うかな似合うよ <laughs> 絶対似合うよこれは誰,誰にも似合うと思う結構誰でも似合う色な気がするな 足がかゆい。ピンク買っちゃう。私もデイジークの給食パレット使ってる。ね、いいよね。その色、イエベ似合わないかな。え、え、え、えでも私はどブルベなのかイエベなのか、ちょっと分かんないんだけど。まあ、好きな色使えばいいかなと思ってるんだけど。これね。どう、どうなんだろう。 でもそんんななんかブルベってほどブルベな気持ちないなんかこれはさなんかすごいなんかブルベナツブルベナツみたいなさ色してるじゃん私はね私は別に自分がパーソナルカラーが何であろうと好きな色を使う使うぜと思ってるから別になんか使ってんだけどこれはそんな青み強くないなんか中間ぐらいだしでもちょっとほんのりピンク。 ピンク、そうピンクブラウンみたいなかわいいと思うそうだよパーソナルカラーとかねそんな気にして「あじゃあだから私はこのコスメを使おう」って「パーソナルカラーがこれだからこのコスメを使おう」じゃなくてあの「この色が好きだからこのコスメを使おう」ってね 思っております。うわ待ってお岡田さんちょっとはい一三四五六七八九え待って待って岡田さんなんかあれなんかすごい <laughs> あ待ってこれはこれはタワータワーっていうカウントなのかな二三四五六七八 9 10 <laughs> えこれこれはタワーっていうカウントなのかな <laughs> えすごいちょっと待ってありがとう岡田 <laughs> さんありがとうびっくり星星をこんなに大量にもらったのは初めてだよ。<laughs> ありがとうね。タワータワーなのかなこれは。ありがとう <laughs> 今日も,もあの <laughs> 2日連続で会えてすごい嬉しかった。<laughs> あの白熊さんケーキなんか「青さん」って書いてあってさえ「えじゃないの?」でもそうだよ多分あのゴールドのあれ的にはそうだよ <laughs> あの岡田さんがね一生懸命あのお部屋とかさなんかケーキを準備してくれたって思ったらすごく愛おしい気持ちいいだった <laughs> 本当にありがとうなんか岡田さんはなんだろうね 本当になんか私なんかマザー・テレサかなってマザーテレサさんのこと私はあのよく知らないんですけど「電気」とかはあまり詳しく読んだことがないのでちょっとマザー・テレサさんかなと思うこと本当に愛と優しさにあふれた人だからさなんか本当にね大好きだし岡田さんみたいな素敵な大人になりたい19歳夏って感じ。これからもよろしくな <laughs> ありがとう そう電気とか読んじゃうかな。にゃ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 ヘラクレスなぎかぶとさん <laughs> へ。へすごいか,かっこいい名前ですね。ヘラクレスなぎかぶとさん <laughs>。結婚したよって。結婚結婚はちょっと重大なことなので、今すぐには決められませんが、気持ちはありがたく受け取っておきます。サンキュープロポーズ、ありがとう 癖、アクセル、世界で行こうだ、あ、攻める宇宙ラララ。ヌー光へ進め、オーバルラジュラララレージョン。あ、音ちゃん、生きがいだ、本当に <laughs>。ありがとう、生きがいですか、お音ちゃん。しかも,2も、二個、二個も送ってくれて、ありがとう、とちゃん。ピコリ、ピコリ。

ずっと前へ、ずっと前へ、再前するルン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 。なにゃ。ルルルル。無関にゆく。よケーキ取ってきました。装飾は違いました <laughs>。え、可愛い,い。みんなで、みんなでいっぱい準備してくれたんだね <laughs>。なんか、その光景を想像すると、にらにゃ、にこにこしちゃうわ。<laughs>

せっかさんありがとうありがとうタワーなんか DJ タワーやこれのイエーイって書いてある<イ> <laughs> ありがとうせっかさん嬉しいタワーなんかもうさ昨日のお話し会でなんかああ改めてせっかさんのことが大好きだなってね <laughs> 感じたでもなんかせっかさんはさなんかなんだろうなんて言ったらいいかなあのね君上のさくれました誕生日を読むとああありがとうね!いや」みいなありがとう。こちらこそだよ本当に本当に。君の「君が見る世界が知りたいそれはきっと美しいだろう」っの なんかこと私が考えてるとこ似てるなとか同じだなってねよく思うせっかさんの見る世界が知りたいなぁバイキラキラ素敵な景色が捨てるんだろうとよく思うんだそんなせっかさんとねこれからも一緒にいられることが本当に幸せでいっぱいだよいつもありがとうこれからもずっと一緒にようねよろしく ありがとうねえあのさつあてあのねタワーの,あのお誕生日の日にお誕生日の日にタワーを投げてくださった方のお礼配信をしたいんですけどちょっと今日はあの予告なしだったから今日は普通のショールームをしようと思うんだけどいつがいいかなっていう。いつ,いつがいいかな。 ちょっと私の候補としては明日の夜でも明日の夜はちょっと急すぎてえちょっと無理だよっていう人がいるかもしれないから明日の夜かでも今週なんかちょっと12、ちょっと忙しくてあんまりね夜じ時間がない時が多くてだから12明日以降だと18か19とかなんだけど。 あそれ以降もまあ空いてる日全然あるんだけどどうすか明日明日大丈夫かな明日空いてる <laughs> 友達みたいになっちゃった <laughs> 明日空いてる <laughs> 夜遅めだったら使いますか今そうだよねえ何時ぐらいがいいなんか八8時だとちょっと早いのかなと思ってあのー

見てこんなかわいいメモ帳にねメモした <laughs> 見えないかちょっと <laughs> 見て超かわいいでしょワンダーフルワンプリキューアーじゃんじゃん明日の夜大丈夫そうなんか結構みん大丈夫そうな気がするからじゃあ明日の夜にしようかなかわいいでしょ たと雪9時すぎなら大丈夫かなねじゃあ9時すぎぐらいにすあ 9, 時9時ぐらいからにするね決定前日に炊いて出す耐盤があるからだね <laughs> 急じゃないです <laughs> ウケるそうなんだそれって結構さあのみんなにとってはさ なんか早く教えてくんろって感じじゃないのプリキュアのやつ再生数めっちゃ伸びてるえそうびっくりなんだよなんで,なんでみんなが何一人一人ご億回ぐらい見てくれてんのすごいどうもありがとうみんなみんなが一人一人で一人で十万回ぐらい見てるすごい人がいるのかな ヘッドドレス作るのどれぐらいかかったえ今ねここにあるかわいいでしょえていうか割れながら本当に天才でやばいんだけどでもね本当四4時間ぐらい4時間うん4時間ぐらいでできたニャニニャニ ちょっとね、裏側が雑かも結構雑,雑だ今にもぶっ壊れそうなぐらい雑だ結構ね表面だけ見たらいい感じかもしれないけどねちょっとちょっとね今にもぶっ壊れそうやばいヘッドドレスに耳をつけるはずが素晴らしいえっんかあの材料をあの湯沢や ユーザー屋に行って買ったんだけどもうめっちゃいっぱいあってめっちゃなんかいっぱいあったのもういろんな手芸グッズが大量に売っててでこのくま耳もなんかたまたま見つけてなんかとりあえず買っとこうと思って別にヘッドドレスにつけるとか特に考えずとりあえず買っとこうと思ってね買ったのそれでなんか つけたらあの実際作ってくってくま耳つけてたかわいいじゃんと思ってでさこのさこのリボンもさ本当はこの横側この辺とかにさつけようかなとか思ってたんだけどなんかこのくま耳の根元につけたらかわいいじゃんと思って、あのー、根元につけたら可愛かったちょっとなんかさでもさ色がさ結構淡いからさなんか。 あのー、白飛びしちゃうんだよね白飛びしちゃうんですにゃ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 次は手作り衣装やね <laughs> 頑張っちゃおうかなでも私ミシン使えないからさえっかわいいでしかうれしい,い待ってでもねこれねとかつけるの難しいの 髪が引っかかっちゃって、ね、ちょっともうこのこれをつけたら後ろの壁を塗りつぶすしかない髪の毛がね引っかかっちゃうんですそうこれ手縫いなのねでも私もいつか青山カンパニーを開けるかもしれないから。 ここのね紐のながさちょっとねあのしくった積んだ「君に積んださっきの視線では変わった大好きだった君のとのにさようならになあれの大好きすぎてさ一生聴いてる AKB さんのできた ニャ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 踊れるわけないでしょう <laughs> 踊れるわけないですけどできた今日こりつけたままやっちゃおうとあっ映ってるなんか映ってないかもカビーン あれすごいよねでもさめっちゃダンス揃っててさやば,やばいと思ういや「ネモはモはねあれね踊れてたのかなあれなんか一応や,やなんか踊,踊ってたんだけど踊,踊れてたのかなあれやだありがとうやだいっぱい褒めてもらっちゃって嬉しいわ。

めっちゃ目が乾いてきためっちゃ目乾燥し,してる目薬ないから目薬どこやったっけまあいいやえ私花粉ないんよてかさアレルギー検査したんだけどマジで一つもアレルギーなくてもう花粉のとこもね全部ゼロなんか杉とかそういうなんか植物のラン 分系のランが全部ゼロだった。ゼロじゃないんだ。ゼロだけど。私の目薬マジでどこ？ああっちかあれあれあ,れあれは私の目薬か。ちょっと待って、私今日短パンだからさちょっと恥ずかしいちょっと太ももが映ったら本当にもう本当にさようなら。私ねまだこの風船片付けてないの。ああ部屋映っちゃう。 よいしょっとえやばい目薬がベタベタになってるうくそ <laughs> えええ <laughs> 待ってあのあのさあの違うのあのこの間の喉飴を あのぞあめをね <laughs> あのー食べようとした時に床に落としちゃって床に落としちゃったのモメントに書いたかそれ床に落としちゃってさ <laughs> ベタベタ目薬さんちょっと何これ <laughs> あのそれでそその時あのー 外だったから外にいたからとりあえずその飴を拾ってあのー、袋に小袋に戻してこのポーチのね中にこれガチャガチャで引いたこのねなんかあの何これなんかちょっとお化けのやつあのさちっちゃいこれみんな読んだことあるでしょこのお化けの本これなんていうかわかんないけどあの「内向誰だ?」みたいなあのこれガチャガチャでゲットしたのこれ,これねこれになんかいろいろ薬とかなんか。 いろんんなものを入れてんだけどコンタクトの予備とかなんかそれでその中にのだあめも入れてたんだけどそのとりあえず落としちゃったのだあめは外だったから拾ってその小袋の中にしまって、あのー、これの中に入れたのそしたら多分歩いてるうちにそのだあめがそのしまった袋から飛び出てきちゃってもうこ,のあのこれの中を暴れ回ったんですよきっと。 これなんか暴れ回った結果このいろんなものに飴,飴がドロドロと付着してしかも夏だったから夏だったってか夏だからさもう溶けてきちゃって多分ベタベタといろんなものに付着してあのー、帰ってきてすぐ捨てたんだけどとこれもちょっとねプロポリスのドア飴分かるめっちゃねあのねベッタベッタなんかすごい独特なんだよねちょっと目薬さした

こういい勝負だと思うよ。ウカテンとはいい勝負だと思うよ。ありがとうペコリペコリ。熊ま,くーまくーでも私プロポリスのダームあの二袋買い足した。もうさなくなっちゃったの。なくなっちゃったから二袋買い足した。 目薬がの,の成分を含いかもしれない確かに確かにどうしよう私の目が今プロポリスのぞあめになっ,なってるのぞあめ目薬ちょっと待ってもうちょっともう一滴いいですかちょっと待って高速まばたきうまいかも。 はああー目が乾燥するもうやばいよもうプロポリスのダーがないと生きていけないのど痛いなく割と効果あるプロポリスえ私は龍角散 とかよりは龍角さんとか商品名出したら本当に失礼か申し訳ないでもあの,あのプロポリスのドラムの方がいいいいいいと思ういい気がする <laughs> <noise> あはちみさん <laughs> ありがとう。なんかはハイビスカスだ <laughs> ハイビスカスだありがとうこれ動物の森でしか見たことないけど久しぶりに見たわありがとうねペカリペカリプロポリス苦そうえ全然苦くないんだけどなんか辛いマジでね生姜みたい。

屋さんさ結局さあのまださ行きたい行きたいと思って全然行けてないのでも行きたい行きたいとは思っているえなんかすごい星来た何この星 <laughs> なんかすごい初めて見るこの星 <laughs> 何これせっかさんだありがとう待って私これこれ私あのアイドル人生で初めていただきましたこのよくわからないなんか豪華な星 星に効果も何もないって感じだけどこないだあおんさんが言ってたかき氷さんに息ついてるねきなあえー、そうなの何かそうらしいあの私予約したんだけどそう予約,したい予約していった。 そうなんかき氷屋さんってさすごい人気人気なところ多いよね絶対予約しないと入れないみたいな私がこの間この間っていうかこの間かあの今年の夏最初行ったのはあのー、なんだっけ吉祥寺のとこのなんか「ピースさん」みたいなひらがなで「ピースさん」かなっていうお店通う ピースですピピースピーススさん滑舌悪いよね私マジですいませんあのね滑舌よく喋ろうと思ったら頑張ればね滑舌よく喋れるんですそんなことはとっくのとうに私本人がわかっているんですだけどね気を抜いて喋るとね本当にこういう感じになっちゃうの。 そうハキハキはき喋ろうと思えばねハキハキ喋ることはできるんですあいちゃん何味食べたのあのあはあのはんかいちごのいちごのなんかいちごのやつ <laughs> めっちゃシロップが赤くてで上になんかクリームみたいなのがあってその上にあの本物のいちご本物のいちご 学校一粒乗ってるやつ。風強くしちゃうと、なんか変だよ <laughs>。思った私も。ちょっと変。何って感じだよね。誰。どうしたの。落ち着いて。 しごのや好きになったからそれ食べるえめっちゃ美味しかったよめっちゃ美味しかったけどもうなんかねボタボタ垂れてきちゃってもうねなんかお盆みたいなのに乗せて持ってきてもらえるんだけどそのお店はなんかもう最終的にお盆がお盆の上にもう池ができちゃったの私もう恥ずかしくて でもなななんかかしょうがないのかなって感じ結構周りのお客さんもあの恥ずかしくてちょっとチラチラ見たら「まあまあまあみんなそんな感じだよね」こうさもうお皿からお皿がこうあるとするとこうあるとするともうこうやって乗ってくんのこのお皿のここ,ここがもう一番外のラインなのにこ,ここはみ出してのしてくんの。 氷がね、這い出して乗ってくんですよ。え、そう、周りから食べるのが正解なんだよね、きっと。でもね、私はね、あのかき氷初心者すぎて、丁寧に上から食べてしまったんです。それでもう、あの、食べるのが多分遅くて。もう行けできちゃったよね。うそ多少はね。多少は仕方だよね。 夜遅くまで仕事だった21時から少しでけるかもあ本ほんとえちょっと待ってメモしとくえあの何時までかなあのあのあ24時まで仕事ですとか言ったらちょっとちょっと無理かもしれないんだけどあの,さんであのお仕事終わったら「終わったよ」ってコメントしてくれたら。 あのあ終わったーって思ってそ,のそれ以降に読んだりとかも <laughs> できるからそうあの22時とかに終わるとかなら全然いけるよちょっとあの24時ぐらいに仕事が終わります夜中の3時に仕事が終わりますってちょっと言われてしまったらちょっとその時間は私はもう眠りについてるって感じだか無理なんだけど。 え全然全然そんな優しいとかそんなんじゃないよ本当にあのそれであの何あ他にもそういう人いたら全然教えてほしいだってねやっぱさあのなんだ投げてくれたからさ 明日23時くらいまでだけど間に合うかなああ私あの普通にタワー読みが終わったら普通にショールームやろうかなって思っててその全員読み終わったら普通にショールームやろうかなって思っててあの9時ぐらいから始めるなら23時ぐらいに終わりにしようかなって思ってるんだけどだからその23時に終わるぐらいまでにもし来てくれたら。

もうあの今,今私のショールームを見てくれてますがあの明日は行けないのであの本,日本日できることならもうさっさと本日中に呼んでいただきたいみたいなさ方がいたらだってさそんなお礼,お礼配信って言ってもさなんかあのちょっと一人一人ショールームってこうやってさあの見てくれてる何何十人,何,十人何百人はいないか何十人ぐらいの肌に向けてあの私が一方的に喋ってるだけなんだけど。 なんか,タワーなんか他の子がどうやって言ってるのかちょっと分かんないんだけどなんかニヤジョウはこのなんかボードに書くとかちょっとなんかなんかダメらしくて <laughs> 分かんない初期のルールかない今はいけんのかな今はいけんのか分かんないんだけどなんかボードに書くみたいなのもダメってなんかねなんか決まっててそれでだから私はこう口頭でその人に向けて。 お俺を言ってるんだけどわかんんなないなんかねルールがねわかんないの <laughs> なんかもう知らないうちにあえそれそれ前までダメだったけどあそれもオッケーなってんのみたいなルール結構あってたからもうこれもッケーなってんのかもしれないんだけど一応わかんないんだよね確かにえどっちがいいどっちがいい <laughs> どっちがいい今と明日とどっちがいいかなえー、あとそのタワーの、あのー、お礼っていうのもなんかどういうのがいい今はなんかあのー、なんか1分ぐらい <laughs> 本当に全然私1分全然適当っていうかあのそんなきっかり1分っていうのは全然できてないんだけど。 なんか感覚的には1分ぐらい喋れたらいいかなみたいな気持ちで <laughs> いつもやってるんだけど。紙いかそうなんかどういうのがいいか分かんなくて。 でもなるべくねこう見てくれてるみんながあの何、ー、満足楽しいくてこうなんだろう満、ま、満足って言ったらあれかななんかそういう風にしたいから、あのー、希望などがあればぜひぜひ言ってくれたら嬉しいよ。 偉くないよ自分じゃ分かんないから自分だと正解が分かんないからもう頼りまくりっていうこと頼ってる何でも嬉しい本当でもなんかあおさんだったらあおさんだったらだけどあおさんがファンの人だったらこうボードに書いてるんだったらなんかこう名前だけ変えて。 なんか全部同じだったらなんかちょっと悲しいかなって思うあでもやっぱこう写真に残せるのはいいよねこうなんかさよくさ先輩方のとかこうやってなって写真にこうしてなんかヘッダーとかにさ <laughs> してる方とかいるじゃんなんかああいうとやっぱ写真に残せるのはいいなって思うんだけど。 じゃあイ、イラストイラスト何ボードとかにかけるもしかけるってなったら、書いて、なんか、ま、一分とは言わずとも、ま、一言二言ぐらいはね、その人だけに向けたメッセージを送りたいな。あ、画面録画して <laughs> あ、画面録画してくれてんだ。あ、なるほどね。なるほど。なるほどね。頭いい。 頭いいって当たり前なのかなそれは。当たり前にガルクですよー。粉 <laughs> みたい。ガルクですよー。なるほどね。確かに。確かに沢萌子さん。抜かりないですしね。まあいいか。まあそれはでゆっくりゆっくり決めよう。ね。あ、じゃあ、あの、本当に。 もし今日読んでほしいっていう人がいたらあのうん前回のお話会のあのー、タワーを投げてくださった方で今日今日明日は見に行けないから今日中にできたら読んでほしいですっていう方がいたらもうほんと遠慮なくコメントして、ね、あのメモ取ってあるからちゃんとあの明日またダブったりとかしないようにするから。あのー

はい、あじゃあメモしとくねえっとはいじゃあこれで明日はでごにいとくねあじゃあちょっと今からちょっとあい子様愛あい子様,様メッセージタイムになっちゃうからちょっとお金と申し訳ないんだけどちょっとちょっとちょっとの間全然すいませんなんて思わないで、ね、全,然全然全然全然本当に嬉しいんだよそう,そうだうあい子様はねあのねもうねありえないぐらいのね大量のタワーをね投げてくださってねちょっとねあの信じられないんだけど 本当に信じられないいんだけどいやあの,あのギフトのあれがとかそういうことがあのメインではないんだけどなんかなんだろうあのー、なんかさこのお誕生日期間お誕生日期間っていうの、あのー、でさ愛子さまとのことをいっぱい知れたっていうか仲良くなれてさあのー、あの。 <laughs> あのね昨日,昨,日か昨日のねお話会がなんか本当に多分私はねあの墓場に入っても骨になって墓場に入ってもねきっと嬉しくて一生忘れないんだろうなっていうぐらいのね幸せな時間だったのなんか本当にうれし,しすぎてあの昨日もちょっと寝る前余韻がすごかったんだけど <laughs>、あのー、なんかさなんて伝えたらいい でもなんか愛子様えでもさここでなんか公開告白みたいだからさ愛子様だけに伝えたい気持ちなんか他の人に聞かれたらちょっと恥ずかしいような気持ちはち,ち,ち,ちゃんとき昨日直接いっぱい伝えたから <laughs> あれなんだけどなんかとにかくこんなにこんなに愛おしいと思う女の子に出会えたことがね幸せ。<laughs> なんかまた、わいいかわいい,わい,い私もお話し会の時ちょっと,ょっとねうるうるしちゃった <laughs> え待、ま、ってなんか恥ずかしくなってきたどうしたらいいどうしい,つ、ま、いつぐらいまで話してるんだろうでもさこれさタワーの数とかでさかんか考えてもいいのかな私さお礼配信とかやったことないのよお礼配信とかやったことなくて あのそうだよねなんかあんまり聞きたくないみたいなごめんねごめんねなんかうまくできなくてねっねなんかなんかさなんかさ私さあの何あんな私のために何かすごいケーキとかをさ用意してもらえるなんことがさ この家族以外にさそもそも家族以外にお誕生日をお祝いしてもらえることってさあんまりもう今の人生そんなに少ない友達ぐらいしかなかったからさなんか私の誕生日をね私のこと以上にあんな風に幸せに感じてくれてる人がいることがさもうなんか「はあ」ってなったよね <laughs> 待って。うまくやらなくてごめんなよ本当にありがとう ど,どうしたらいいかなどうしたらいいかなえなんか伝えたいことはいっぱいあるんだけどちょっとなんかこ,こ,こうこうあのインターネットで世界中に配信しながら伝えるのはちょっと恥ずかしいでごわす恥ずかしいでごわすよごめんねありがとうありがとうね えこんなんなでいいのかななななこんんんんで大丈夫かか難しいなんかさきっとさ明日今見てくれてる人たちの中にはさえ「誕生日配信とは何ぞや」みたいな人とかさえ「私はタワーは投げてないです」って人もいるだろうし「えタワーは投げたけどなんかなんかちょっとし,しんどいかもしれん」みたいな「聞くのしんどいかもしれん」っていうさあの人もいるかもしれないし。 皆さんんお時間すいませんそんなこと思わないで、ね、そんなこと思わないで、ね、本当に愛子様に優しいからねそんなこと思ってくれるんだけどそんなこと思わないでねあの私私もさあの初めてだからこういうの初めてだからだ <laughs> ちょっと一緒に探り探りやっていこうであのいやなんかこのお礼配信だけじゃなくってこういろんなことに関して私本当にあのうまくできないというかなんかこう こうしたらいいかなあしたらいいかなっていつもえとにかく私はいつも思ってるのはあのみんなのことをこうみんなの人生の中で一つでもみんなが君が君らしく生きられる一つの理由になれたらいいなってこうハッピーな理由になれたらいいなっていう気持ちでずっとやってるからあの 本当にまあみんなしてくれてると思うけどなんか悲しい気持ちにさせたいと思ってやったこ,ことなんて一つもないしなんかうんあでもお休み前とか悲しい気持ちにさせちゃうなとは思ってたんだけどでもそういうことをさ悲しい気持ちにさせたくてやったことなんてあの <laughs> 一つもなくて本当に、ね、全部の行動をあのみ,みんなの。 一人一人が幸せになってくれたらいいなっていう気持ちでやってるんだけどなんかこうやっぱり探り探りでやってると探り探りでやってるとそんな器用に全部うまくできるできなくて器用にいろんなことできる子もいるんだろうけどきっと私はなんかあんまりこう器用にいろんなことうまくできないから幸せにしたいと思ってても実際にそれがちゃんと 実行でできてそのできているのかと言ったらそれはまたちょっと話が別でだからなんかもしかしたら私のことを応援してくれてる中でなんか嫌な気持ちをしたりしたことがもしかしたらあるかもしれないんだけど <laughs> そうなん声が嫌いとかそういうことじゃなくても,もしかしたらあるかもしれないんだけどなんか 傷つけようと思っってやかこうなんかあのなんか悲しませるんだろうなみたいなことを考えながらやったことなんて一回もないし一回もないしあのなんて言ったらいいから <laughs> あのそう幸せにしたいんだよっていう気持ちを知っていてくれたら嬉しい。 <laughs> 俺ね、なんかさこうやってさ泣くとさなんかこうなんか同情を誘ってるみたいでさあんまりさこう泣いてる自分は好きじゃないんだけど泣いてる自分を見せることはなんかあんまりなんかこう同情を誘ってるみたいでさなんかあんまりあれなんだけどでも。 そう知ってくれたら嬉しいだまあ多分分かってくれてると思うんだけどえっ <laughs> だからあのこれからもそばにいてくれたら嬉しいな。 あ、鼻声がもっとも鼻声になっちゃった <laughs> ありがとうぬんねんねんぬぬぬぬおさんは幸せだよみんなにみんなに一人一人出会えて幸せだよ 「美親神様彼か私より可愛い子がいることに気づきはせんようにおげさな言葉で全てを」<laughs> すごい腹いぞと。 それが本当にそうあのりつきひかるさんの新ビジュアルを見ましたか皆さん <laughs> はじビーさんだありがとうはじビーさんたまは,いやいやはじビーさんありがとううれしいなんかさあのー、なんだっけ メッセージからんかあのメッセージ送ってくれてたのも見たしさあのいつもモメントのメッセージも見てるしいつもこうやってショールームのさコメントしてくれるのを見てるしなんかなんか本当にねはちビさんがくれる優しさが本当にあおさんのねパワーになってるきっとハチさんがあの思ってる何億倍もあおさんのパワーになっているだからあらやだ可愛い,いイェイーイェイ だからさ私には本当にハチビさんが私にとってハチビさんは本当に本当にあの何だんだあの本、ー、当にいなくてはならない存在だしハチビーさんがいてくれることがいてくれることが、あのー、こうやって応援してくれることがもうどんなに私のパワーになっているかという感じなの <laughs> だからね本当に感謝してもしきれないです <laughs> 本当にいつもありがとう ねこれからもいっぱい楽しい思い出を <laughs> 一緒に作っていけるようにそばにいてね <laughs> いつもありがとうハじミさんありがとうペコリペコリペコリありがとうこの DCJ さ歌はかわいいねペンギンやばいイケイケサングラスイケイケサングラスですよアイロンビーズ見てくれてありがとうええもちろんだよ私本当にみんなのあのー、何投稿 いっぱい見てるよ。ねあの私私ですね本当にあの。あおちゃん明日見れんかもなので今日お願いしてもえもちろんねえそうあの言ってくれたら嬉しい本当にあの全然あの今見てくださってる中であの明日タワーお礼配信いけないかもしれないから今日言ってほしいっていうあの方がいたらあの全然言ってないあのポコシャポコシャ。 されポコさんのどこにしたっけあいたいたいたおポコさんもそうだあのやなんかさポコさんがさ本当にさあなんかあおさんのことをさあなんか。 笑わせてくれる天才だからあのお話し会とかもさ <laughs> いつもあの楽しくしてくれて本当にさありがとねあああっすませまだ始めたや <laughs> だめだめただめだあのケーキもおいしく食べましたあのねなんかねあの動画好きすぎてなんか永遠に見れるなんかさお友達撮ってくれてる方なんかさめっちゃ笑ってんのさ微笑ましいよね足速いねあれすごい勢いでさ 砂のの坂道をね駆け下っていくの私のビブスを着ながらあの鳥取砂丘を全速力であと下っていくみたいな動画なんだけどすごい足が速くてもう3秒ぐらいでもう,もう豆粒みたいになっちゃうのその動画が大好きすぎてやばいよ私あんまり足速くないからさあれぐらい足速くなりたいな <laughs> なんかえとにかくいつもなんか私のこといっぱい幸せにしようと楽しみ てててくくれれととなんかいいいいっっぱぱああの笑顔ににしてくれて本当にありがとねでもねあの19歳のあおさんはあのー、ポコさんに負けないぐらいで <laughs> ポコさんのことを笑顔にできるように頑張るポコさんが笑ってる顔が大好きだしポコさんの幸せがね一番私の幸せでもあるからだから <laughs> 今年も今年もこれから先もずっとずっとよろしくねいつもありがとうポコさん。 ありがとうね嬉しいありがとうねえなんかさこれぐらいのペースでいいのかなし,しゃりすぎ喋りそんなことないなんか私さ本当,本当に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 一人一人との思い出が多すぎてさ一人一人への思いが思いがあの思,思ってることあの一人一人に対してもう全く別の 別のねあの「みんな」っていう言葉はあるけどさ「みんな」っていう言葉はあ,のあるその便宜上「みんな」って言った方が便利な時あるからこう「みんな」っていう時もいっぱいあるんだけどなんかほんとに一人一人に対しての思い出がいっぱいありすぎて一人一人の集合体でしかないからみんなは。あのだかかからなんかこうなんんこう 誰か1人に向けてお話できる時にいろんなことを伝えたくなっちゃう <laughs> お話し会とかもそうだしなんかサイン会とかもそうだしこういう時もそうだしなんか伝えたくすごい伝えたくなっちゃってなんか長くなっちゃったりしてでもなんかやっぱショールームはいろんな人が見てくれてるところだからなんかあんまりこう一人に対してのお話を長くしすぎると やっぱ他の見てくれてる人が置いてきぼりになっちゃうかなとか思ったりなんかそうか難しいなと思ったりするんだけどなんかなんかどうしたらいいかなこんな感じで大丈夫かなちょっとなんかあれかな初めての3回でしたうまくはさかったけど笑顔出てくれておしかったですありがとうえ全然こちらこそえっあのさ違ったらごめんなんだけどあの名前がこの今カリカリ埋めちゃんって表示されてこの あの最初の2文字から始まる感じですか <laughs> 最初そんな感じですか <laughs> てか私あのツイッターも分かって,分かってるからさツイッターも分かるよ <laughs> ね。ねよく私のことねあのツ,イツイートしてくれてすごい嬉しかったからあえてあの今日お話しできてすごい嬉しかったよ。 全然そんんなななお話下手だったとかそそ思わないで <laughs> えそうなんかお話会とか来てくれる方の中にはあのー、終わった後になんか全然うまくお話できなくてごめんねみたいにそんなこと優しいからね考えてくれる方がいるんだけど。あのー なんか本当にそんなこと思わないでほしくて私はもうあのそもそも私に会うためになんか勇気を出して申し込んでドキドキしながらそのお話会当日を待っていっぱいなんかメイクとか,なんかお洋服とかどうしようとか考えたりなんかそのデートみたいな感じでさ準備して待ってくれてることがもうそれだけが愛おしすぎるしなんかなんかもう顔見れただけでそもそも嬉しいしなんかお話も私もあんまりうまくないんだけどなんか。 こうなんだろうねなんか伝えたい気持ちを伝えようとしてくれてることが嬉しいしあとオンラインってねやっぱラグがちょっとあったりしてそのどんなにお話が上手な人でもあのあの数秒間の間であのラグがある中で完璧に会話するのは多分なかなか難しい指の技だと思うからそんなこと、ね、全然考えないでね私はねもう,もう本当にただただ。 ただ、ただあの2人の時間を過ごせたっていう事実がね。幸せなんだよ。だからあの勇気を出して、いつも会いに来てくれて本当にありがとね。これからもあの良かった会いに来てくれた嬉しい。自分もキャラ助かります。あ、待ってた。待ってた。しょうさんだよね。そうだね。今日の方がいいよね。しょうさん、しょうさん、しょうさん、しょうさんあれあれ？あった。めました。しょうさんありがとうね。あのー、今日ね、あのやっとね。 ややっとやっとともう念願だったのもうずっとさショールームとかさあの「モーメントでコメントしてくれてたからあのもうずっとずっと今日ね楽しみにしてたのねもうね幸せすぎたよなんかあのこうもう何こうやってお話ししてる時間はさなんか20秒ぐらいだったけどもうその あとね余韻がもうずっともうも何十分同じ時間もずっと続いてるああとそうそう今日ねうさんねお誕生日なの本当におめでとうなんかさ初めてお話できた日がさなんかお誕生日ってちょっとなんかすごいよね <laughs> すごいよねすごいドキドキ嬉しくってさなんかあの顔見ておめでとうってあの言わせてもらえてすごい嬉しかったんだ でさなんかあのー、なんか翔さんとさこれからどんなどんな思い出をいっぱい増やしていけるかなってすごいワクワクしててさあのこれからもうあのーあのー、なんだ、あのー、私がもう何歳なんかもう年齢が3桁になる時ぐらいまであのー、一緒にいっぱい思い出増やしていきたいな。 いつも本当にありがとう優しい翔さんにたくさん救われてますこれからもずっとずっと一緒にいようねいっぱい思い出増やしていこうね <laughs> ありがとう翔さんありがとうちょっと大丈夫かな話しすぎ大丈夫かなあみんなおめでとうって言ってくれてて嬉しいねいや私もねみんなにお祝いしてもらって てからねすごい自分の誕生日がなんかさらに特別な日になったんだ嬉しいあノータンもろんであもちろんもちろん,もちろんノータン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 ,ノータン,ノータンもうさみんながいっぱい投げてくれたからさこうメモの中からさあの探すのがマジでさ小学生の時のミッケぐらいのさシナーの技なんですけどああったあい なんかなんかさもう出会ってもうえなんかカップルの <laughs> カップルカップルって感じだけど出会って何年が経つねみたいな <laughs> なんかなおたんはさもう私のなんだ私がもうあのアイドルアイドルの赤ちゃんみたいなもうアイドルの赤ちゃんみたいなもう弱々もう今でも弱々なんだけどねみたいな時からもうずっとずっとさあの隣でね あの <laughs> 青さんのことを大事に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 ,大事にさあ一緒になんかそばで歩いてきてくれたからさなんか直太のことを見ると本当にねなんかもううわーなんかーってな安心して大好きでお世話になっちゃうんだけどなんか何なだなろうねでもなんか直太は本当にいつあっても 可愛くていやなんかもちろん顔面がとかもそうなんだけど顔面が可愛いとかもそうなんだけどあのなんかなんだろう愛おしいな愛おしいなとかなんかこうあ笑顔が今日も可愛いなみたいな,なんか私の私のなんか何宝物ですねっていう気持ちで何かかわいいなっていうなんかだからその癒しをいつもありがとうってね <laughs> なんかさ。お洋服の 好きなのとかもさすごい似てるからさそういうお話できるのも本当に嬉しいしさえそう古つとかの思い出もいっぱいだからさなんかあの今度のさもうまたさあの思い出増やせるのが本当に本当に嬉しいしさあそライブでも見つけるとなんかあの直太なるし何かなんか本んに <laughs> 出会ってくれてありがとうなおたんと出会えた人生に感謝 感謝ですだからなおたんにこれからもずっと好きでいてもらえるようなあおさんでいられるように頑張るずっとずっとそばにいさせてねありがとう私もラブだよねちょっと待って私も大好きだよありがとうラブさん大好きありがとうなるほど私さん,なんかあの なんか時計とか見ずに喋ってるからさ一人に対してどんぐらいの時間どんぐらいの量話してるのかさ全然分かんないくてあアムくんだあした予定があるから今日がいいんですけど大丈夫もちろんだよちょっと待ってねちょっと待ってねアムくんはアムくんはアムくんはあれ私白髪で書いたかなアムくんアムくんアムくんえっとえっとえっと あったあったあった,あった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 。はい。<laughs> ありがとうアムくん。あのなんだこの間モーメントにさあのコメントしてくれたのさ読んだよ。なんか本当に嬉しくて本当に本当に嬉しくてなんかアムくんがなんかこんなに毎日頑張ってるのが本当にすごいしなんかそのアムくんが頑張る原動力の一つになんか私が <laughs> いるっていうことが。 なんか信じらられなないいぐらい嬉しくてなんかこんな大好きな人の頑張る理由が自分なんてなんかそんな幸せなことあっていいのかなっていうぐらい本当に嬉しくてそうなんかあのでもあむくんの書いてくれる文章が本当に前からすごいずっと大好きでなんか心が打たれるというかなんかねあむくんの一生懸命な姿を見てると私は本当に自分も いいっぱいエネルギーパワー頑張ろうっていうパワーをいっぱいもらえるから <laughs> なんかもちろん無理しないでほしいんだけど無理しないでほしいんだけどなんかたくさん頑張ってる時にあの私はいつでもあの心心はずっとずっとそばにいるからなんかなんだろうねでもアブくんはもうそこにいるだけで本当に。 アム君らしさの溢れてる素敵な人だからもう何をしててもアムくんはアムくんだからだからねあのそんなアムくんの人生の何を豊かに豊かに幸せにあの彩れる理由の一つにでいられることが嬉しいしこれからもそんな存在でいられるように頑張るねいつもいっぱい元気と幸せと笑顔をくれて本当にありがとう当に毎日。 息もらってるよ。始まりがずっあこっちのセリフだよ。こっちのセリフだよ。<laughs> ありがとう。本当にこれからもずっとずっと。よろしくね。ありがとう。は <laughs> 大丈夫かな？長いかな？大丈夫かな？<laughs> なんか本当に本当に。でも本当に1人一人になんか伝えたいことがいっぱいあって。でもなんか。もちろんタワーをなんか投げてくれてる人以外にも。 あの伝えたい気持ちいっぱいあってなんかなんかどうやってどうやって本当にあのなんかなんだろうねギフトとかあのお話会の時間とかそういうの関係なくいっぱい伝えたい気持ちあるんだけどどうどうしたらいいっていう感じ <laughs> どうしたらいいっていう感じえん、え、ほにありがとう一人一人に思ってることいっぱいあるあちょっと消えちゃったシャープや

ありがとうその短めと優しいねさっきもうさ何か <laughs> そう投げてくれたからさあのい、ー、いっぱ話しちゃったんだけど <laughs> 気のせいじゃない気のせいじゃないよ <laughs> 気のせいじゃないよでもうここにいるもんもうあのー、<laughs> これが DJ がいるもん <laughs> なんかなんかさでもやっぱ今日もさこうやってショールームなんかいつもやっぱ もう一回禁そんなななことないなんかもういつでも来てくれてるからさなんかアホさんはさやっぱショールームってさなんかそんなお話しするの上手な方じゃないからさあのショールームやろうとは思うんだけどさやってもこうみんながあの楽しんでくれてるのかなって。 なんかどうかなとかこう,うまく話せるかなとかさ思っちゃう時もあるだけどやっぱはじりさんはいつも前に来てくれてあのいっぱいコメントもしてくれるからさすごいすごいすごいあの助かってるというかさあうしいなっていつもそのおかげで安心してねいつもこうやって喋れてるしなんか本当に感謝でいっぱい <laughs>。<laughs> ありがとねだからこれからもさなんかそんなイベント行ってないとかそんな,そんなこと思わないんだよ。 そんなこと思わないで。違うからあお仕事もねそうだよねそうみんなさ毎日生活がある中でさこんなふうになんかねあのー、時間作ってさあ会いに来てくれてさほんにありがとうお仕事もね応援してます <laughs> 偉いよなんで,な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 で <laughs> 偉いよだ <laughs> からねあのあおさんもち時さん頑張ってると思って頑張るありがとう <laughs> いつもありがとう ちょっと待ってねあ結構結構みんないるよねえっとあよりさんもユリさんねよりさんユリさんより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 さんあいたいちゃっただはいよりさんよりさんありがとうって時間大丈夫ね時間だよキュリさんありがとうねなんかさあのよりさんもさすごいさあの優しいからさなんかあの モメメンントトのコメントとかでさあのー、なんかうまくお話できないかもとかなんか「あおさ」とかなんかいっぱい心配してくれたりなんかこう「あなんでこんな細やかなところまで気を使ってくれている気を使ってくれる優しい人なんだろう」ってねすごい思うんだけどねなんかそんな本当お話し会もねあのー、ん今日昨日かあのもうねすごいね嬉しかったしなんかもうなんかなんだろう なんかそんな考えの青さんに会う時だけはそんなあの心配事とかなんかどうしたらいいかなとかもう全部忘れていいしあの安心して会いに来てくれたら嬉しいしあのそうだからねコメントとかでくれるよりさんの言葉がすごいなんか優しくてなんかこんな風に私を優しく思ってくれる人がいるんだなと思ったらね が、いつも元気出るからさ。なんか本当にいつもありがとう。膝はとめちゃ緊張しようなだでもね。そういうとこもね。可愛い,いなってね。嬉しいな。でも確かにね。あの画面越しでね。あゆりさん、<laughs> 今日もなんか緊張してるのかなって思うけどね。なんかあ。でもそれぐらいさ。私に会うのを楽しみにいつも準備してきてくれてるんだなって思うとすごい嬉しいしさ。あといつもあのね。可愛い,いお洋服着ててさ。 <laughs> なんかそうどこで買ってるのってさいつも <laughs> 気になっちゃうちょっとねいつも可愛いお洋服着せてねなんかあおさんもちょっと欲しいなって思うんだけど <laughs> そうだからこれからもさそんな優しいよりさんのこと大事に大事にあのし,したい <laughs> 大事にさせてねこれからもそばでずっと一緒にいてくれたら嬉しいです <laughs> これからもよろしくま本当にいつもありがとう え気になる気になるんだがちょっと待ってね明日来られないかもできたら消してもらったら助かります全然大丈夫よちょっと待ってリノタンリノタンリノタンありのタンあもうだめだミッキーになってるあミッキーになってるわありのタンありのタンがごめんねありのタンが出てこないあれ待ってリノタンリノタン なっあっ私がメモしあいたいたいたあよかったよかったよかったメモし忘れてたかと思ったりのたんありがとうえなんかさなんかさもう本当に本当にさなんかりのたんのことが大好きすぎてなんかでも昨日のさお話できた時もう嬉しすぎたんだけどさなんかもう画面に映るりのたんが愛おしすぎてさなんかもうあの伝えたい気持ちの全然なんか 1%, あのー1も伝えらんないぜって感じだったんだけどなんかなんだろうなんかなんでなんで私私,私がいいと思ってくれたのってさ気になっちゃってさなんか何かリノタンはいつも私にたくさんたくさんあの愛をくれるしさなんかたくさんたくさんあの幸せにしてくれるしさなんか聞こえない聞こえない あれ聞こえない聞こえるかな聞こえるかしらなんでだろう私のうちの電波が悪いのかなみんな聞こえてるのかなみんな聞こえてるかな聞こえてる あれなんでだろう今聞こえてるリノタン今聞こえるかながろくしてるから聞こえないのかながろくしてると聞こえなくなっちゃうのかな更新ってどういうんだろう 更新ってなんだ。えごめんねどうしたら今聞こえてる？いのた今聞こえてるかな？ 聞こえてる？<laughs> ごめんね、お待たせしちゃって、ごめん。どっから話せばいいか、な <laughs> どっから話せばいいかな <laughs>。え、どっから話せばいいか。な <laughs> え、そうなんか、え、そうなんかなんかりのたんが、りのたんがこうなんでなんでヤオさん、全然ごめんなさいとか思わないで、ほってごめんなさいとか思わない、本当に本当に本当に思わないで、あのなんかなんだ？ あのくれるものがいっぱいすぎてなんかなんだろうりのたんがなんで私でいいのかなーってねちょっとメンヘラ彼女みたいなんだけど私でいいのかしらーってね <laughs> なんか不安になっちゃうことも多いんだけどなん,かなんか本当にりのたんがくれるものがいっぱいすぎて <laughs> もう昨日のさお話し会も本当に幸せだったしさなんかどうしたらいい 私はりのたんのことをいっぱい幸せにできてるから <laughs> ちょっとなんか大好きすぎてさメンヘラ彼女みたいになっちゃう青さんでいいの <laughs> 青さんはりのたんがいい青さんはりのたんじゃないとダメりのたんの笑ってる顔が世界一大好きりのたんのことを 一番笑顔にできるのは私だけだもん <laughs> でもさあなんかここで言っていいのかななんか,なんかなんだろうイベントイベント系とかもさえなんかどうしたらいいそういうなんかイベントもう生誕とかもだけどさなんかあのみんながいっぱい申し込んでくれることがめちゃくちゃ嬉しいんだけどさなんかその部分そう,そうなるとそ,のそれに比例してあの。 当たらない人が出てきちゃうっていうことがさマジで心苦しすぎてさなんかでもさなんだろうやっぱアイドル応援モチベってさ現場に行けるかどうかみたいなのでさ結構さ変わってくること多いかもしれないんだけどさえもうあおさんのあのリノタン大好きモチベは一生変わることがないので一生変わらないリノタン大好きモチベはねあの毎日。 増えていく一方ですからあのー、リノタンもあおさんのこと変わらず変わらず大好きでいてくれたら本当に本当に嬉しいです <laughs> 本当にいつもありがとうね本当に本当にいつもありがとうもうねえ私の天使みたいな存在だよ <laughs> だからこれからもずっとずっとそばにいさせてね そんんな、そんな私の人がすごいそんなそんな言ってくれる方が優しいよありがとね出会っ,って幸せアイドルになってくれてありがとう声かまわせてえ最大級の嬉しい言葉すぎるこっちのセーフやこちらこそあおさんのこと見つけてくれて幸せになってくれてありがとう大好きだよありがとう で生誕許せないかも <laughs> でちょっと生誕許せないかもなんだけど <laughs> いや許せないとか言っちゃいけないんだよあのそのやらせていただけるだけでね本当にありがたいことなんだよずっと私はね生誕祭っていうものに憧れがあったからあの生誕祭っていうものをやらせていただけるだけで本当に本当に憧れ憧れが一つアイドルのとしての,あの夢が一つかなってとっても嬉しいんだけど <laughs> でもなんか なんか本当にいけない人が出てきてることがなんか本当に悲しすぎてしんどいもうね絶望してるなんか考察とかもなんかさなんかさ帰ってこないのさ本当に良くないよね なんかどうしたらいいどうしたらいいですかまじ <laughs> でそせさ,んさ、セーザンさねどうしたらいいなんかリモートとかさ、せめてものリモートダメですかえ、リモートだったらさ、誰でも見れるよねええ、どうしどうしたらいいんだろう でもあの当日当日その,その時間をさ過ごすわけじゃんその会場にい,るいてくれる人たちと一緒に。でもその,その時に絶対に今日来れなくてあの今日来れなかったあおさんのこと好きでいてくれる人の気持ちをなんか置いてきぼりには絶対しないから約束。 くそくまあの本当にしないからだからこのこのなんか何うちわのりみたいなうちわこのあの今日会いに来てくれたうちらだけのなんかうちらだけの最高の時間だよねーみたいな感じのふうには絶対したくなくてあのー、なんだろうそのその場にいなかった子 このことも絶対に絶対に忘れることをしないし、あのー、なんて言ったらいい <laughs> なんて言ったらいい <laughs> いやなんか私はお話し会とかの2人で過ごせる時間のことはなんか2人だけの秘密だし2人だけの時間だからもう誰にも教えたくないなって感じで誰にもう2人だけの内緒の話だよっていう気持ちでいつもなんかいるんだけどこういうみんなで過ごせる

こういう感じ。もう十一時になっちゃった。待って、私、あのさ、待って、みきちゃんもさ、言ってくれてたよね、多分。でも、ちょっと、ちょっと、全然、ちょっと、三、ちょっと、二分三分ぐらいで、ね、いけるからね、ちょっと待って、みきちゃん。みきちゃん言ってくれてたよね。あれ、私の勘違いだったら、マジでごめん。みきちゃんを言ってくれてた気がする。 みきちゃん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 ちゃんみきちゃんあったあったあれ勘違いじゃないよね私の勘違いじゃないよねみきちゃん今日今日きってもちろんだよもちろんな,よろんな大丈夫だよ <laughs> ありがとうねいやなんかさあのみきちゃんさあそうあの本当にお話からの本当に本当に嬉しくてさなんかあそうお手紙もねいっぱいあの初めてくれたお手紙もさなんかなんかあの まだ送ってくれたお手紙もいっぱいいっぱい見返しててさんかなんだろうなんかなんだろうなんかみきちゃんと出会えたことがさ幸せすぎてさなんかみきちゃんがくれる言葉ってなんかすごいさあの何そのまま届くっていうか私は本当に天の邪悪だからなんか、あのー、いろんな人に褒めてもらったりしても <laughs> あのえー、えでも卑屈女だからさなんかええー、とかなっちゃうんだけど。 ミキちゃんの言葉ってなんかすごいスッスッてくるっていうかなんかって言ったらいいかな <laughs> あ何、のー、か美樹ちゃんがそのまま私に向かって直接こう喋ってくれてるみたいなあったかさがあってそのコメントとかのリップとかモメントコメントとかリップとかお手紙とか全部そうなんだけどなんかすごいミキちゃんがこう あーそのお話し会の時みたいにそのまま喋って伝えてくれるみたいなあったかさがもうすごいなんかこう言葉の節々にすごいにじみ出ててなんかその一言一言を読んでるだけで私は本当になんか心の充電がもうすぐにこう満たされていくというかさなんかなんかさだから何て言ったらいいかな。 でも美樹ちゃんにとってもさそんな存在でありたいんだよ美樹ちゃんの毎日にちょっとでもあおさんはあの何寄り添えてあのいるから美樹ちゃんが嬉しい気持ちになった時も悲しい気持ちになった時もいつだってあおさんは隣にいます。<laughs> あとミキちゃんに撮ってくれる写真も大好きだからこれからもライブもいっぱいあるし、あのー、いっぱい撮ってほしいんだ <laughs> もうねいっぱい撮ってほしいんだ <laughs> いつも本当にありがとうね <laughs> のいちゃんも毎っ本んでい、ね、え本当ありがとう逆にその毎日読んでくれて本当にありがとうねだから、あのー、これからもこれからミキちゃんとさあオさんの2人だけの思い出いっぱいいっぱい積み重ねていこうね <laughs> いつり待とてありがとう。ありがとう。本当にありがとありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがつう。ありがとう。大好きだよ。ありがとう。大丈夫かな喋かりすぎ私。なんか大丈夫かな時間数えた方がいいかなやっぱ。どうしよう。なんかありがとう。こちらこそありがとうね。なんか本当にあの私そのやり方。 うういうショールールムなんかささっきも言ったけどお話し会とかだったら2人だけの時間だから2人お互いがやりやすいようにやればいいと思うんだけどなんかショールームはやっぱりいっぱいの人が見てくれてるからなるべくみんながこうなるべく楽しい時間を過ごせるようにあの精進して参りたいと思いますって感じだからあのこういう風に。 するとかこうアアイディアとかあのこれはこうの方がいいとかなんかそういうのがあったらぜひぜひあのそういうのを考えてくれたらあのあのなんだ教えてくれたら嬉しい <laughs> 私もあの探り探りなんだけど探り探りなんですけどあのちょっとずつ。 みんなが楽しいあれを探していきたいと思ってますランキング読もうかなあちょっと待ってあタワーがあゆきちゃんありがとうゆきちゃんごめんねあのっ待ってごめんねゆきちゃんありがとう嬉しいなんかさ今日さあの何あの名前の方漢字の名前の方でさ登録してくれてたからさすごい嬉しくてさなんかいつもファイナップルのゆきって書いてるからさあのなんか あの名前漢字で書かせてもらえてすごい嬉しかったしさ私がねゆきちゃんのことね気づかないわけないからなんかあってさツイートしてくれて気づいてくれて嬉しかったみたいなそんなもうすごい嬉しかったんかくづく経験やらないとゃ私,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 私もだよ本当に本当にありがとねいやなんかもうゆきちゃんにさあの何 こな幸せにしてもらってていいのかなってぐらいさいつも幸せにしてもらってばっかりだからさ19歳のあさんはいっぱいゆきちゃんのことさらにさらに幸せにしたいと思ってるいつもありがとうねあとあのついでの報告なんだけどパイナップルのねスタバのやつね今日飲んだマジで美味しかったマジで美味しくて最高だった私パイナップルが果物の中でねあの一番一番ってぐらいね好きなのマジでうまかった最高でしたゆきちゃんもぜひ飲んで じゃちょっとランキング見ますもんかちょっとごめんなすぎちゃってじゃあじゃあじゃ十13位から読ませてもらいます13位うさんあっけらかみた画面んぶ、ね、つけちゃったうさんありがとううさんありがとうそして十二位がみきちゃんありがとうみきちゃんありがとうそして11位がえみやさんありがとうえみやさんありがとう そして十位がエリーありがとうエリーありがとうそして9位がディヴァさんありがとうディヴァさんありがとうそして8位がナガちゃんありがとうナガちゃんありがとうそして七位がニッチンありがとうニッチンありがとうそして6位がウカテンありがとうウカテンありがとうそして五位がザオちゃんありがとうザワちゃんありがとうそして4位がユキちゃんありがとうユキちゃんありがとう,がとうそして3位がセッカさん ありがとうせっかさんありがとう。そして2位がはちみさんありがとうはちみさんありがとう。そして1位がどん岡田さんです。ありがとう岡田さんおか岡田さんありがとう。お読みできなかった方もたくさんのギフトやコメントなど「本当にありがとうございました。じゃあ明日のの21時十一時から。 明日の27時から、あのー、タワーのお礼配信みたいなのやっちょっとやってみようと思うのであの初めてやるからちょっと探り探りなんだけどぜひぜひあの泣、ー、いてくれた方見てくれたら嬉しいですではではちょっと11時ちょっと伸びちゃってごめんねじゃあありがとうございましたおやすみなさいバイバイ